日本人が注目する舞台での大役に心が沸いた2009年に巨人でプレーしたメッツ OB のエドガルド・アルフォンゾ氏は本拠地で行われたドジャースとのリーグ優勝決定シリーズで始球式を行った大観衆のシティフィールドにロビン・ベンチラ氏と共に登場すると大歓声に沸いた17日日本時間18日の第4戦大谷翔平投手が出場し 日本人が注目する中で行われた始球式。現役時代と同じ背番号13のユニフォームを着て、ベンチらラ氏のボールを受け取ると笑顔を浮かべた。とても光栄だったね。非常に光栄だった。特にシーズンのこの時期で、プレイオフで、たくさんの人が見ていると笑顔を浮かべた。アルフォンゾ氏はメッツで2000年に打率点324、25本。 94打点の成績を残し、ワールドシリーズ出場に貢献した。その後、2009年にはテスト入団で巨人入り。開幕前には3月の WBC 強化試合で本塁打を放つインパクトを残したがシーズンは泣かず飛ばず。21試合で打率点146、2本塁打4打点で1年で退団した。日本時代は辛かったね。膝がついてきてなかった。 怪我をしていたんだ。苦しいシーズンを振り返るが、決して嫌な思い出ではないという。とてもよく受け入れてくれた。チームは素晴らしかったし、日本の野球も大好きだった。感謝を込める、野球の仕方にとても敬意を感じるし、真剣に捉えている。だから日本は前回 WBC で優勝したのだと思うと振り返った。